皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今回はですね、丸亀製麺のシェイクうどんにカエルが混入ということで、まあ、これをですね、丸亀製麺本社が、まあ、事実を認めて謝罪と。で、この一部商品に関しては販売休止になったということで、こちらのニュースを見ていきたいんですが、丸亀製麺が販売するテイクアウト用の新商品丸亀シェイクうどんをめぐってですね、店舗を運営する丸亀製麺がですね、ラインナップの一つピリ辛担々サラダうどんにカエルが混入していたとして多大なるご心配をおかけしたと、まあ、ご心配ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますというふうに、公式サイトで謝罪したんですが、まあ、実際ですね、今動画を流しているんですけど、まあ、最初はですね、これ結構本当かよっていうね、信じられないぐらいがっつりカエルが、もう緑のね、可愛いカエルが入ってるんですけど、まあ、この動画だけ見たら、まあ、フェイクニュースなのかなっていうふうにも感じてしまうんですけど、まあ、実際こうやってね、公式で謝罪文が出ているので、まあ、実際こういった異物混入があったということで、まあ、こちらの商品に関してはですね、まあ、再発防止に取り組んでいくとともにですね、商品が、一部休止となるということで、まあ、今回は丸亀製麺のシェイクうどんにですね、カエルが混入していて、謝罪が、発表されました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。